おはようございます。釣り子 TV です。ふと思い立ってですね、釣り具屋さんに行ったら、なんとこれがね、1個陳列されてたんですよ。イボーグ3.0っていうことで、デプスのね、ちょっと大きめクランクなんですけども、いやー、ちょっとね、お正月にこれ欲しいな、初売りとかでどうにか手に入れたいなと思いながら、出会えずね、イボーグ3.0しばらく買えないかーなんて思ってね。いや、それともう全然関係なく、もうね、ちょっとお正月気分も抜けたこのぐらいで釣り具屋さんに行ったら、なぜかね、1個置いてあったんですよね。というわけでね、初めて買えたんで、ちょっと見ていきたいなと思って、ミドルレンジのカバーを攻略したくなる3.0モデルっていうことで、いやー、やったぜーっていうね、これ。おー、はい、イボーグの3.0。こういう感じなんですね。いやー、ちょっとね、色もね、なんかキンキラキンでね、ちょっといい感じの色だなと思ってね、これ、変えたんですけども、やっぱね、特徴的なのはこの障害物をブリブリにかわしてくれそうなリップですよね。んでもって、このずんぐりもっくりとしたボデー。ねえ。これのちょっと早く投げてみたいなっていうことで、針もね、強力なね、フッ素加工の針が最初から標準装備されていて、で、ちょっとルアーの特徴なんか裏に書いてあるかと思うんで見ていきたいと思うんですけども、さまざまなフィールドのミドルレンジに点在するハードカバーやウィードから効率よくかけて取る3.0モデル。カバー回避後にあえて平を打たせず、すぐに起き上がる直進性の高さ、そしてアクションのピッチを限界まで高めたイボーグコンセプトを脈々と受け継ぎ、キャストが許されないような狭い水路でのピッチングによるアプローチ、小さなブッシュやレイダウン、ベジテーションから離れたがらないストライクゾーンの狭いバスをターゲットに、今までジグやテキサスの独壇場と思われたスポットですら、クランクベイトのステージへと変えてしまう可能性をこのクランクベイトは秘めております。ということで、まあね、本当このコンセプトがそのまんま、暴走のね、リザーバー軍にね、ぴったりマッチしそうだなと思って、こう、なんだろう、バーンって平を打たず、直進性能が高くて、その枝とかをブリンってね、丁寧に避けて、で、直進してきてくれるっていうことで、まあ、ほんとね、ダムで言うと、とずらっぱらダムでね、投げてみたいなと思って、で、イボーグね、4.0結構ね、ハイシーズンに投げたりしてるんですけども、状況によってはね、やっぱ食わない時なんかがあって、まあ、食えばでかいんだろうけど、ちょっとでかすぎなのかな。でも一発大物狙いの時とかね、天候がバッチリな時は4.0なんですけども、ここぞっていう時に釣りたいなっていう時に、もう少しね、ちょっとサイズ違いなものを投げたいなと思ってね、そんな時に、3.0ってサイズもうバッチリなんじゃないかなと思ってね、そんでもってね、1個欲しかったんですけども、首尾よく買うことができたので、まあね、ちょっとね、寒い時期からね、パチパチと投げていきたいななんていうふうに思っております。で、その足でですね、ちょっと違う釣り具屋さんも覗いていこうと思ってね、中古釣り具屋さんのタックルベリーに寄ったらね、結構ね、ワームコーナーが、デプス祭りに一瞬なっていて、まあ、それぞれ一種類ずつぐらいね、置いてあったんですけども、ガサガサガサーっとね、ちょっとね、欲しかったやつをね、いろいろね、買うことができてね、ホクホクなんですが、まあ、これはね、新品で買ったんですけども、まあ、釣れたらね、ちょっとご案内したいなと思ったんですけども、レインズとのコラボレーションのね、アジアだ。ね。このアジアだね。これね、厳密にはどうなんだろう。デプスじゃないのかな？レインズになるのかな？まあね、ちょっとアジアダー欲しかったんで、一袋買ったのと、アジアダーの、ちょっと大きいサイズじゃないですかね。まあ、こう、デスアダーの3インチ。これ新品でね、なかなかもうね、今ね、お店並んでなくてね、中古でね、3インチ欲しいなと思ってね、中古釣り具屋さんあったら覗くようにしてたんですけども、3インチ売ってました。しかもね、
ちょっとねお買い得で買うことができました。ソネットソネットこれですね、クラップクローンねのあスカッポのカラー、これね3本しか入ってないんですけども、これもねちょっとねすごいねセールコーナーにあってですね、まあ3本しか入ってないんだけど108円買えたんで、これまあちょっと良かったな。これとあとねこれキンクのね、7インチのバブルガムピンクのねカラーね、こんなこれ開封してないんじゃないかな、これもうねちょっと売ってないですからね、見かけたらねちょっと買い集めとこうと思ったんですけども、あどぎついねピンクカラーね、これ欲しかったんですけども売ってたんで、まあこれもお買い上げで、ここら辺からちょっと最新機種になってくるんですけども、これねベコンクローの桜ベビーってカラーね、これはねベコンクローね、ちょっとこの色使ったことなかったんですけども、これもね多分ね開封してないんですよね。いや使えばこれ釣れんのにもったいねえと思ってね、あまあ新品でもねなくなったら常に買い足してるんですが、今回ね中古コーナーにあったんで、ありがたく買わせていただきました。で最後目玉ね、これえぐりがいがありますよね、こういうのあるから。これリバースクローの桜ベビーカラー、これこんなのがね中古でね売ってんだから、もうねほんとやっぱねたまに行きたくなっちゃいますよね中古コーナー。結構ねお得に買うこともできて、これまたこれ開封してない、これね2019年はね夏の時期おかっぱりでねすんごい釣れたからね。でこれ今ね店頭に並んでないんですよね、やっぱ人気なのか。でもうね在庫がねあとね残りわずかっていうタイミングで、でももう新品でも売ってたら買うんだけどなと思ったら売ってない、困った、中古コーナーにあった、これ買っちゃうでしょうと思って、はいはいこんな感じでね結構ねまあねそれぞれね1種類ずつなんですけどもね、こんな感じでねちょっと補充したかったワームがうまくね買うことができたんで、そんでもってこれね新品でね買うことができたんですけども、イボーグの、3.0 買えたよっていうことで、はい。というわけでね、いよいよ、いきなりですけど、釣りフェスティバルがね、始まりますね。明日から開幕っていうことで、なんと10年ぶりに、デプスブースが出るっていうことで、で、デプスのね、ブログとかを読んでね、どんなイベントやるのかなーなんてね、いろいろね、見てきたんですけども、とんでもないですね、デプスブース。なんとですね、各セミナーを聞くと、その後にね、シリアルナンバー入りのステッカーが配布されて、で、その抽選会っていうのがね、行われて、その商品がなんと、ギラギラ攻撃。嘘だろって、ギラギラ攻撃、まだ発売してないのに、景品で出ちゃうのかと思ってね。まあちょっと自分はねお仕事っていうか、まあ、チラシ配りの仕事とかもあるんで、セミナーね最初から最後まで聞くとかちょっとできないのかなと思ってね。でもね情報としてはですね、デプスブースの各セミナーで最初から最後まで聞いてくれた人っていうことで、チェーンとかでこう、最初から入ってきてくれてる人っていうのをちゃんとね分かるようにするよなんていう風に書いてあったので、まあただねデプスブースね魅力的なセミナー満載みたいなので、セミナー始まる前からね場所陣取っておいて、最後にはねそのシリアルナンバー入りのーシールステッカーを手に入れて、でね、釣りフェスティバルの後半にそのナンバーでね抽選で当たるとギラギラ攻撃とか、まだこれまた出てないねタイニーブルシューターとかね、その他竿とか檻からのルアーとかなんか盛りだくさんで当たるみたいなんで、ぜひですね、釣りフェスティバル行ったら、まあ、早朝ダッシュっていうわけではないみたいなんで、これはね、優しいですよね。各セミナーをしっかり聞くこと、ね。これが条件みたいなので、それでね、デプスブースね、いろいろ新しいルアーとか見て回ったりとか、で、その他のブース回って、
って抽選のタイミングではデプスブースに行くとなんとすげえ景品が当たっちゃうかもしれないっていうことで、まあ自分もね、あの行けるタイミングではどんな大型のルアーがあるのかなとか、こう最新のルアーがあるのかなとか、デプスブースもねぜひ見に行きたいななんていうふうに思ってますので、もし撮影とかできたらね、いち早くですねこんな感じだったよなんてね、動画アップできればと思いますのでご期待ください。ということで本日の釣り子 TV はまあこちらですね。まあこの他にもね、あの欲しいやついっぱいあったんだけど、よくよく見たらねもうちょっとカゴの中パンパンになってたんで、ちょっと今日はまあこれぐらいで勘弁してやるかと思って、ね、中古でねこう買い集めてきたのと、あ新品でね、この 3.0 買えたよっていうことで、はい。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、釣り具屋さん巡っていたらですね、なんかデプスのルアーいっぱい買っちゃったよってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。